よし、じゃあ今回は坂崎やっこちゃんのこのこっくりさんの話を進めていきましょう。前回はね、シギマハルエこと、マダムの逆か、マダムことシギマハルエさんの話が途中で終わってしまったよね。で、この話を先に進めるにはおそらく他の二人の話をやらないといけないっぽいんで、うん、今回はこのやっこちゃん行きましょう。投身自殺をした友人を蘇らせたいと願い、蘇りの秘術を探す坂崎やっこは、その情報を得るために、同級生の黒鈴美桜と共に、深夜の教室でこっくりさんを試みるのだった。あー、こっくりさんか。始めよう。いやー、これも楽しみやね。坂崎やっこ、午前0時台。駒形高校。来たね。ボロい校舎やな。ズームイン。お、なんだこの子は。星型のピン止めをしている。ミオ、できたよ、準備。じゃあ始めるね。この子が、黒鈴ミオちゃんか。お、いや、オッキーのパートやってた時も思ったけど、やっこちゃん可愛いよな、普通に。覚悟いい？やっこちゃん。いいよ。うん、いいよ。高校生、坂崎やっこ。やっこってすごい名前やな。一応見てみるか。坂崎やっこ、職業は高校生。都立駒形高校2年 C 組に通う女子高校生。幼馴染みの同級生、白石道夫が自殺したことにどうしても納得できず、独自に調査をしてみたが、進展がなかったため、藁にもすがる気持ちで、高校生の黒鈴美桜をこっくりさんに誘う。生まれも育ちも墨田区本所という、チャキチャキの江戸娘で、昭和初期から親しまれてきた駄菓子屋、駄菓子店、千の屋の三代目。しとやかそうな見た目に反し、竹を割ったように、明朗快活な性格で、義理と人情に厚く、涙もろい。やや短気で喧嘩っ早いところもあり、特に身内や友達に危害が及んだ時は、どうしても放っておけず、私の目の黒いうちは好きにはさせないよと、すぐ啖呵を切って割って入っていくのが、実は単にお祭り騒ぎが好きで首を突っ込みたいだけの可能性もある。幼い頃から、生意気な男子と喧嘩しては勝ち続けてきたというそのたくましい腕っぷしに、彼女の母親は今日も嘆きを隠せない。へぇー。あ、明朗快活。なるほどね。なんか、面白そう、この子。では始めます。来た。これがこっくりさんの文字盤。これを使ってやりとりするよ。まずは、上に置いてある10円玉に一緒に指を置いて。どうやって置くの？はい。あ、こうね。オッケーオッケー。こう？うん、そうそう。力はできるだけ抜いてね。じゃあ、詠唱行くよ。私に続いて同じように言ってね。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい。これふざけていいんかな？ホリックさん。こっくりはん。どうかお越しください。ホリックさん、こっくりはん、どうかお越しください。舐め腐ってるやろ、この子。ははめっちゃ目細められてる。ちょっと違う。あれ？落ち着いて、もう一度行くね。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい。オッケーオッケー。ふざけずに行こう。こっくりさん。こっくりさん。どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん。どうぞおいでください。うん、いいよ。おう。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。お。おい、来た！はーい。あ、本当に動いた。無事に来たみたいだね。じゃあ質問しても大丈夫だよ。うん、質問。最初は答えを知ってる質問で少し様子を見て。いけそうなら本当に知りたいことを聞くのがコツだよ。
へー。わかった。それじゃあ簡単な質問から。あなたは本物。そんなざっくりとした質問はあかんやろ。ここはどこでしょう？この子の名前は？私の名前は？これ難しいね。どうしようかな。ここはどこでしょうってやったら、駒形高校って言われるのかな。これで。こっくりさん、こっくりさん。今いるこの場所はどこですか？お、おー。高校という広いくくりできたか。高校、合ってる。割と大雑把な回答するんだね。思った。駒形とか言うんかなと思ったけど。じゃあ、私の名前は？これは分かりきってると思うけど。こっくりさん、こっくりさん。私の名前は何でしょうか？あれ？あれどうしたの？様子が変だね。え？いいえ？え？いいえって言われちゃった。ああ、わからないってことかな。こっくりさんといえど、何でもかんでも答えられるわけじゃないから。へえ、そういうもんなんや。名前わからんの？本当に大丈夫なの？このこっくりさん。はい。あはははは。早い早い。動きが早かった。大丈夫だって。なんか調子いいな。オッケー、じゃあ、みおちゃんの名前はわかるんかな？じゃあ、私の向かいにいるこの子の名前は何でしょうか？お、み、お、おー、それはわかるんかい。みお、合ってる。ん、なんかずるい。みおちゃんの名前はわかってるんだ。しかもちゃんと、くっつきの王だった。嬉しい。あ、かわいい、この子も。霊感少女、黒鈴みお。霊感少女。お、ちょっと読んでこう。黒鈴美桜。2ヶ月ほど前に、都立駒形高校の2年 C 組に転校してきた少女。極めて温厚な性格だが、そこはかとなく漂う暗めな雰囲気が、若干気味悪がられて、あまり友達はできていない。同じクラスの坂崎やっ子だけは、彼女にも気さくに接してくるので、少しだけ話をする間柄になっていた。実は、とある高名な霊能力者の弟子。優れた、霊感を持っているため、首都圏各地の学校内で巻き起こる様々な霊障を騒ぎになる前に秘密裏に解決するという面倒な役目を担っているため、いくつもの学校を転々としている。すごいな。あ、そういう理由で転校してるんや。そんなおんねんな、ほんまに。一つの学校に馴染む前に転校してしまうことが多いため、人間の友達がなかなかできないのが悩み。人間の友達。完全にスーパーナチュラルみたいになってるやん。ここ、駒形高校でも、すでにある女子生徒に霊がついていたトラブルを解決している。へぇ。霊感については隠しているはずなのに、どういうわけか第一印象でオカルトや心霊に詳しそうだと言われることが多く、そのために何かバレているのではないかと内心あたふたしている。よく言われる第一位は、カラスや黒猫と仲良さそう。いや、確かに。仲良さそう。いやー、この子のね、この、耳から顎にかけての輪郭が描かれてないのがね、個人的に好きです。よし。そうだよね。先生ですらよく間違えるもんね。やっぱりみおちゃんはこういう心霊的なものから好かれやすいんだね。え、それはなんか微妙。よし。ちょっと、もっかいやっこちゃんの名前聞いとこうか。もう一度聞いてみよう。私の名前は何でしょうか？いいえ。答えてくれへんの？今度は迷いなく否定したね。チェー。オッケー、じゃあ、これ聞くか。あなたは本物？こっくりさん、こっくりさん。あなたは本物のこっくりさんですか？いい、あれ？え？違うって言われたけど、詐欺？実は、こっくりさんっていうのは、この盤上だけでの仮の呼び方なの。実際はその時の土地とか人に結びつきの強い霊。言ってしまえば、たまたま近くにいた霊が気まぐれで答えてくれてるだけだから。へえ、あ、そういうもんなんや。
自分がコックリさんだというふうにはあまり思ってなかったりするの。え、そういうものなの？なんかちょっとロマンが薄れちゃった気もするけど。でも今後もコックリさんって呼んでいいのかな？はい。ええんかい。あ、はい、わかりました。なんかわざわざありがとうございます。うん、お礼は大事。コックリさん。オカルトブームにも乗って少年少女の間で流行している占い。僕も小学校の時やったな。あんなほんまに動いてたんかよくわからんけど。机の上に文字列や数字を並べた紙を置き、硬貨の上に指を置いて占いたいことを質問すると、呼び出した霊が硬貨を動かして返答してくれるというもの。西洋の高齢術が日本に伝わり変形していったものと考えられている。占いとはいえ、その儀式めいた行為によって催眠状態に陥ったり、自己暗示にかかった結果、幻覚を見たり、何かに憑依されたような状態に陥ったりしたという事例もある。実際に発作を起こして倒れる者が出たり、深夜に行うために、校舎に忍び込む者が現れたりしたため、学校によっては禁止令が出るなどの社会問題になっている。まあ今となってはそんなこともなくなったよね。まずコックリさんを知ってる子供がいるのかという気になるわ。うん。じゃあそろそろ本気の質問いってみようか。多分白石道夫のことを聞くんやんな。じゃあまずはミオの好きな人聞いてみようか。コックリさんコックリさん、ミオちゃんの好きな男子は誰ですか？え、そういうやつ？いやほらコックリさんの定番だし、やっぱ気になるから。いや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 、やめようやめよう。いいえ。お。あれ、いいえだった。いないってことかな？焦ってるやんけ。ミオちゃん、これは好きな子いるな？さては。うん、そうそう、いない。正解。次行こう、次。あ、もしかして、コックリさん、コックリさん、その相手は、うちの男子ではないってことですか？はい、早い。早い動き。わお。え、ちょっとコックリさん、払うよ。払うよ。となるとまさか、コックリさん、コックリさん、その相手は、うちの学校の先生とか？あ、よかった。これではいとか言われてたら、ねじまが出てくるんじゃないかと思って怖くなったわ。違ったか。やっこちゃん、それもうやめよ。わざわざ夜中に忍び込んだのに、そんな質問で時間なくなっちゃうよ。それもそうだね。オッケー。じゃあ本命の、道夫ちゃんのシーン聞いていこう。じゃあ行くよ。こっからが本ちゃんね。うん、お願い。こっくりさん、こっくりさん。道夫ちゃん、同じクラスの白石道夫が、一週間前に飛び降り自殺をしたのですが、本当に、自殺だったのでしょうか？あ、ちょっと待って。いや、今思ったけどさ、その白石道夫が死んだ理由も、あれもしかしてさ、城之内がねじまやったりすんのかな？いや、これ考えすぎかな。いや、なんかそんな気もしてきたぞ。いや、深読みはやめておこう。とりあえず。答えを聞いてみよう。どっちや？あ！いいえや。やっぱり違ったみたいだね。うわ、ちょっと鳥肌立ったわ。でもこれは当然だよ。私最初から信じてなかったし。肝心なのはここから。うん。オッケー。ちょっと更新ページ行くよ。お！白石道夫、かわいいなぁ。都立駒形高校の2年生だった少女。一週間前、南割下水通り脇の、裏路地にて、全身座滅の状態で、死亡しているのが発見され騒ぎになった。警察により、隣のマンションからの飛び降り自殺だと判断された。遺書はなかったが、同校生徒への聞き取り調査により得られた、道夫の生活事情を、勘案した結果、そのように処理された。しっかり者で成績も良く、先生から好かれる優等生。おとなしそうに見られるけれど、根はとても前向きで、気丈な性格。じゃあ余計に、自殺しなさそうやけどな。坂崎やっことは幼馴染で、昔からよく一緒に遊んだ仲。
自分を曲げない強気なところはやっこの影響も大きかったが、実は内に溜め込んで無理をしているだけの場合も多く、表面に出せないまま明かせないことが積み重なっていた。あーなるほどね。すごいポジティブに見えるけど結構病んでたってことなのかな。3年ほど前に父親が事故を起こして死亡し、引っ越しをして以来どことなく道代の方からやっこを避けるようになっていた。引っ越しといっても同じ区内で同じ高校に進学できたものの、だんだんと付き合いは減っており、やっこ自身はガサツ者の自分とは合わなくなったのかと不安に思いながらも、道代の家庭の複雑な事情については深く踏み込めず距離が空いていった。道代もやっこにだけはいつか知ってほしいと思いつつも、すべてを打ち明けることができないまま月日が過ぎていた。父親の形見である古いお守りを常に持ち歩いている。よし、じゃあ聞いていこう。死因を聞こう。こっくりさん、こっくりさん、道代ちゃんが死んだ原因は事故死ですか？さあどちら。あ、そこはハイなんや。ハイだって。あ、なるほどね。自殺ではなく事故と。白石さん、じゃああのマンションからうっかり転落したってこと？あ、違う。飛び降りに見せかけられたってことか。え、違うの？どういうこと？みちおちゃんはマンションからの転落死じゃない？お、はい。そんな、それが本当ならどうしてマンションの路地にあんな状態で倒れていたの？転落じゃない事故。こっくりさん、こっくりさん、あの日みちおちゃんに何があったの？え、あら、あ、おい、そこまではわからないみたい。あ、これ聞いちゃうんや。蘇りの秘術の場所は。蘇りの秘術自体は、まあ、この二人知ってんのかな。それじゃあ、こっくりさん、こっくりさん。うわ、これ。やばそう。私たちは噂の蘇りの秘術で、みちおちゃんを生き返らせたいんです。蘇りの秘術が、どこにあるか知っていますか？どうだろう。お、え、うわぁ、びっくりした、びっくりした。あー、びっくりした。きゃー、来た来た来た、これ来たぞ、来たぞ来たぞ、これ呪霊が。やだ、ミオちゃん怖い。落ち着いて、途中で話しちゃダメ。うわー、やめて、聞こえる。小林、もうやめて。あ、これバカ林か。深く悲しい恨みの記憶が頭に入り込んでくる。バカ林を聞いた者を奈落の底に落とす。殺せ、殺せ、この音を聞いた奴を、みんな殺せ。来た。地蔵玉、バカ林の呪いの力で呪霊の発する音を30秒間聞かせた相手を呪い殺せるようになりました。ただしその間に自身の姿を見られたら無効。ああ、なるほど。音を発したいタイミングで自走行使ボタンを押してください。あ、つまり姿を隠した状態で、この呪霊の声を30秒間聞かせると。へえ、あ、面白い能力やな。来た。バカ林ね。はい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 。わあ、すごいすごいすごい。あ、こういうの見れるんや。あ、これ見てなかったなあ。はい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 。これ読んだ方がいい。あ、一応こうやって流しておくんで、あの、読みたい方は一時停止して見てみてください。はい。よし。ドス黒い粘液のような重苦しい殺意が私の魂に侵食してくる。あ、これみんな同じこと言うんや。その表現が、なんか定番なんや。さあ、殺せ。おー、来たよ。穏やかじゃない。聞こえるか、かしり主よ。蘇りの秘術を求めし、かしり主よ。呪い殺せ。来た来た。うわー、これで
やっこちゃんも貸し主になってしまった。おお。いや、これ気になる気になる。ちょっと続きやっていこう。大事なことは二つ。ポックリさんで得た情報によると、友人白石道夫は自殺ではないらしい。さらに、蘇りの秘術の場所を尋ねると、突然、呪霊が現れて。うん。行くぞ。ん？一週間前、あ、回想です。この BGM なんか、回想の定番 BGM なんかな。お、ん？あ、あ、見渡せる見渡せる。あら。ねえ、聞いた？うちの生徒が自殺だって。え？そうなの？誰？聞いた聞いた。C 組の白石さんだっけ？うっそ、道よ？でも最近なんか様子がおかしかったもんね。ショック。まあ、普通の会話やんな、これが。お？ C 組の白石ってさ、お前知ってる？ああ、一年の最初はすげえ優等生って印象だったけど、三学期頃から無断欠席が増えて成績も下がってった感じ。じゃあ成績が下がったから自殺したのか？ずりーな。受験戦争とか学歴社会とか嫌な時代だよな。模試のこと考えると俺も死にてえわ。おいおいおい、軽はずみでそういうこと言うんじゃないよ。実際に人が死んでんやから。知ってる？白石さんって去年お母さんが再婚したらしいけど、その新しいお父さんがもうひどいんだって。え、そうなの？どんなどんな？なんか着替えを覗かれるとか、すぐ体を下がって、うわ、しかも前科があるらしくて、拒否するとすぐ暴力。こ、え、ちょっと待って、これまさか家にそんな奴がいたら、それは自殺とか考えちゃうかも。え、ねじまじゃないよな。自殺ってニュースでは聞くけど、本当にあるんだね。なんか怖いな。それだけどさ、C 組って最近転校してきた子いるじゃん。あ、みおちゃん。ああ、いるいる。なんか目立たない暗い感じの子。そいつが前にいた学校でも生徒の自殺があったんだって。え、嘘？それってなんか怪しくない？おー、あ、そういう噂もあるんか。いや、でも、みおちゃんはそんな悪い子じゃないと思う。あ、来た！城之内やん。もう知ってる者もいるかもしれないが、うちのクラスの白石道夫が昨晩急死したとのことだ。あー、ざわついてるね。はいはい、落ち着けよ、お前ら。驚くのはわかるが、静かに。原因について詮索している者もいるようだが、正確なところはまだ何もわかっていない。詳しい調査状況は、警察から報告がある。憶測を広めることなどないように。いいな。いや、僕、今の僕の、ま、推理、推測の域やけど、この城之内が、根岸か、その、道夫ちゃんの、お母さんの再婚相手の男が、根岸。ま、この二パターン、あり得るでしょうね。今日は速やかに下校すること。それから、明日は臨時休校になる。おい、そこ、家じゃない。謹慎だぞ。そやな。来週全校集会でお別れ会を行う予定だが、もし個人で、聴聞をしたいってものは、それから数日後、ちょっとこの明るい曲やめようや。ちょっとなんかすごいポジティブな BGM なんやけど、なんか嫌やわ。あの、やっこちゃん？ごめんね。なんだかやっこちゃん。やっこちゃんなのか、やっこちゃんなのか、どういう読み方した方がいい？やっこちゃんやとなんかすごい、江戸娘って感じやから、なんかこっちの方がいいかなと思ったけど。なんか様子がいつもと違いようだったから、思い詰めていないといいなって思って。いやー、もうここは下の名前で呼ぶでしょ。ありがとう、みおちゃん。あ、うん。ありがとう、みおちゃん。私、そんなにおかしかった？うん。なんか心配になるくらい。私でよければ、話聞くから。いい子やなぁ。いや、いい子やなぁ。そうだ、ちょうどよかった。
ねえ、ミオちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。うん、何？あー、まあ、話の流れで言ったら、こっくりさんなのかな。あのさ、こっくりさんって流行ってるよね。霊を呼び出して好きな質問に答えてもらえるっていうやつ。あー、うん、あるね。それやってみたいんだけど、知りたいことがあるから。え、なんで私に？ほら、ミオちゃんってなんか、そういうの詳しそうだから。あ、え、そう見える？うん、オカルト系とかすごく好きそう。雰囲気とかなんか暗いし、結構ストレートに言うな。え、それはちょっとなんか微妙。でも、こっくりさんの詳しいやり方知ってるよね？あ、うん、そこそこ詳しい方だとは思う。ね、お願い。もうそれしか方法なくて。もう一回いくよ。ね、お願い。もうそれしか方法なくて。ああ、なるほどね。じゃあちょっと蘇りの秘術の前に、みちおちゃんのこと聞いておこう。みちおちゃんさ、なんで死んじゃったんだろうね。遺書はなかったらしいけど、自殺だって公表されてたよね。ううん。あの子は絶対にそんなことしないの。みちおちゃんは明るくて前向きで、学校もすごく楽しんでたし。その、なんだそのキス顔は。たまに登場人物みんなキス顔になるのなんだ。辛いこともあったみたいだけど、でもだからって自殺なんて。私は直接話したことはなかったけど、学校を休むことが多かったし、来ても明らかに元気がなかったよね。そうなの。だからみんなすんなり自殺に納得してたし、同情するような態度しながら、ただ好奇の的にして騒ぎたいだけ。死んでから好き勝手事情を詮索されて、根も葉もない噂を流されてる。ひどくない？うん、そうだね。中にはここでは言いにくいようなひどい内容の噂も聞こえてくるし、みんな結局人事だから好き勝手言えるんだ。新しいお父さんとうまくいってないのも、成績落ちたのも、確かに本当みたいだけど。だから自殺しても仕方ないよね、かわいそうだね、なんて扱いをされるのはあんまりだよ。私が心配して話しかけた時は大丈夫だって笑ってたんだから。いや、それもちょっと無理してたんじゃないの？あの子が自殺するほど悩んでるなら、ちゃんと相談してくれるはずだよ。え、でも結構距離、空いてたんやろ？いやー、なかなか相談もできへんかったんじゃない？意外とさ、そういう明るい子に限って、ネガティブな相談ってしにくいもんやと思うよな。うん。みちおちゃんのこと、このまま終わりにしちゃダメなの。なんか良くないことに巻き込まれたのかもしれないし。良くないこと？ほら、昨日も旧安田庭園で死んでる人が見つかったって騒ぎになってたし。ああ、旧安田庭園って、オッキーが、マダムにやられたところか。なんかこの街で、不吉な感じのことが起こってたりするんじゃないかな。うん。確かになんか嫌な感じはするけど。でもさ、今ちょっと、会話聞きながら思い出したけど、このみちおちゃんがさ、マダムの息子さんの、周一くんの誘拐に関わってたかもしれへんっていうのは、なんか信じられへんよな。もうどう繋がってくるんやろうね。オッケー、とりあえずじゃあ、よみがえりの秘術について聞いてみようか。みおちゃんさ、よみがえりの秘術って知ってるよね？ああ、うん。非常勤の、白石先生かな？ちゃうか。新しい先生かな？なんて読むやろ、これ。独自に発見して、発表したっていう。あの先生、授業のたびに自慢するから、みんな知ってると思う。この先生なんや。みおちゃんは信じる？え？いやー、ちょっと、さすがに突拍子もないというか、そんな都合のいい術は難しいと思う。でもさ、万が一本当だったら、その術で、みちおちゃんだって蘇らせられるかもしれないじゃん。可能性がゼロじゃないなら、探してみたい。でも、蘇りの秘術を探すって、でもどうやって？
そう、そこなんだよね。うん。じゃあ、コックリさん。あ、コックリさんに聞きたいことってまさか？うん、そう。道代ちゃんの死の真相と、あと、蘇りの秘術のありかを聞きたいの。なるほど。そんなに都合よく教えてもらえるとは限らないと思うけど。ね、お願い。先生も警察も当てにならないし、一人で調べるのも限界があって。少しでも可能性があるなら。そっか。うん。それで、やっこちゃんの気が済むなら、やってみよっか。やった！ありがとう、みおちゃん。かわいい。じゃあ、明日の深夜に。あー、で、現在に繋がるのか。うわー、でもこれでね、かしり主になっちゃったからな。何これ。白石道夫関連のメモ。あ、まとめてくれてる。死因は、一週間前に南割下水通りの近くの裏路地にて、全身挫滅の状態で発見された。マンションからの転落死と判断されている。はいはいはい。動機に関しては、白石道夫の両親は最近再婚しているが、生徒の間では、新しい父親から暴力を振るわれていたといった噂もあり、それを苦にしての投身自殺と見られている。なるほど。坂崎やっこ、午前0時台。さあ、どうなったんや？駒形高校2年 C 組の教室。来た。大丈夫？ん？あれ？あ、やっこちゃん気がついた？うん。私どうしちゃってた？思い出せる？こっくりさんをやってたら、急に何か変な声が聞こえてきて、それで私、気を失った？うん。私が見たところ、悪い霊障は出てなさそうだから。突然の出来事に軽いショックを起こしただけだと思うけど。そっか。あ、こっくりさんは大丈夫？うん。非常事態だったけど、ちゃんと帰ってもらえたよ。よかったよかった。それよりやっこちゃん、手に持ってるそれって、え？手？出た！呪詛玉！うわ、なにこれ？気持ち悪い！いつの間に握ってた？呪詛玉バカ林を入手しました。うわ、来たねー。